はい、あれなんか黄色い人が現れたんですけど、ヤニバのビビットなんだけど、ビビットだよね。こないだの動画超面白かったよね。いや、面白かった。あれやばいよね。ね、父親、父親とね、究極の親子喧嘩。バキかみたいな。そう、もうね、裕次郎 VS バキですから、これは楽しみなんだ。バチバチに行ってきますよ。いやー、全面戦争っすよ。ヒロシさん、今日本当ありがとうございます。いや、こちらこそ。こんなね、お忙しい時にこんな付箋取られて、しっかり伸ばしていただきましたよ。すごい。こんな、まあ前ね、動画出ていただいたんですけども、例のあの人はね、例のあの人ね、熱い教育を受けて、そうですね、でそっからね、もう思いっきりレールを外れるどころかぶっ壊れてまあね、最高なファンキーな人生歩んでくれてますけれども、今回ちょっとね、たまたま本読んでくれたみたいなんで、はい、なんかもしちょっと気になるとこあったら教えてもらってもいいですか。いや、そうですね、まあ、先ほどちょっとお話も出たんですけれども、やっぱり一番大事なところとして、意識をまず高いレベルに持っていくことが確実な合格率を上げる方法ですって、うん、まああるんですけれども、うん、まあ、本当におっしゃる通りだなと思って、まあ、私も以前の動画でちょっとお話しさせていただいたんですけども、やっぱり僕は結構その第一志望に受かれなかったりとかしたんですけども、やっぱりその原因を今になって分析してみると、まあ、自分自身の意識が低かったのかなっていうことがあって、僕の場合は結構親から麻布東大法学部っていうね、まあ、現役合格っていう小芭蕉さんのラインに乗りなさいと小芭蕉さんみたいになりなさいっていうお前はならなければいけないんだっていう義務付けられたので、そうだから、まあそれで結局麻布も落ちて、大学も結局、まあ、東大には行けなかったんですけれども、やっぱりそれも自分でやりたいっていうよりは親からそうしなければならないっていうふうに言われてただけだったので、うん、自分の意識のところが高められてなかったっていうのが敗因だったかなと。やっぱりそのちょっとしんどくなってきた時とか辛くなってきた時にもう一踏ん張りができないんですよね、うん、やっぱりそのやらされてるだけだと。確かに、ね、だからそう、なんかそこでちょっとだらけちゃう部分が確かにあったなと思って、だからもう少し自分自身の中で何のためにこの学校に行きたいのかっていう動機づけをもう少ししっかりしておくべきだったかなということで、すごく反省と言いますか、もし やり直せるんだったら、まあこうやってしっかりやりたいかなというふうに思いました。とりあえずあれ、証拠場所はまあ大川家に、ね、入る。おかしいでしょ。あとは理想の。だってね、持ってるじゃん。え、多分 OK ですよね。あ、もちろんもちろん。ダメでしょ。もう全然しますか。全然全然。いや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 。え、でもなんでその本を今読まれてるんですか。え、もしかして。え、もしかして、え30歳からの30歳から医学受験まさかまさか。いや、これもうね、ヒロシがこれで医学部合格したら無理だと本出せる。確かにそれは激アツですね。指導先生の方のね、コラムで書いていただいてるんですけども、はいはい、やっぱりね、実際いるんですね、その受験打つっていう方々ですね、うんうん、で、まあ、ヒロシさんのようにこう、ね、明るくてファンキーでね、もういろんなね、多分僕らからすると想像もできないような家庭環境だと思うんですが、うんうん、その中でもその強い自分のマインドというかね、明るい心を持って対応できると思うんですけども、実際そのお父さんお母さんかなり厳しくて、お子さんにかなりプレッシャーをかけてしまって、まあ、それでやっぱりその受験に対してね、どうしてもこう弱気になってしまって、そのまま引きこもりになってしまうとか、うんうん、何に対してもどうしてもね、うつ気質とかいうね、うん、という感じになってしまう子って実際いるわけで、そこのところについてね、指導先生にこのコラムで書いていただいてるんですけども、実際その精神科医の知見からして、はい、まあ、そのやっぱり中高生のうつっているとは思うんですけども、はいはい、それが例えば本人がただね、何にもやる気がないということではなくて、はい、両親からのプレッシャーっていう場合って結構あるんですかね。やっぱ結構その中高年のうつって本当に多分7割近くは家庭環境関係あると思うんですよ。中高生ですよね。中高生、中高生、中高生ですね、はい、中高生のうつはやっぱり7割ぐらいは何かしら家庭環境が関係あることが多いですね。その人だけの気質の問題ではないということですね。まあ、もちろん気質もあるけれど、それプラス家族の関係性とか、それがこう悩みにつながってこう鬱になるっていうパターンは結構やっぱりあって、うん、その一つの理由としてやっぱり受験とか、やっぱあるんですか、進学とかっていうのが関わってくることはありますね。いや、僕らもね、医学部、まあ、医者として、例えばその家族性にそういう精神的疾患がちょっと遺伝しやすいとかね、環境的に遺伝しやすいっていうのは僕は勉強すれば知ってると思うんですけども、はいはい、親が別にそうではなくても子供がそうなりうるっていうことはあるんですか、実際。そうですね、やっぱりその精神疾患全般的に、うん、その遺伝要因と環境要因もちろんありますし、その遺伝性があってもならない人、逆にその環境が良くても遺伝からなる人、両方いますけど、うん、はい、やっぱり両親が違くても子供の育った環境によって
例えば鬱になってしまうっていうことは十分あるかと思います。例えば具体的にどんなシチュエーション、簡単に僕らが想像するのだと、まあ、親御さんが非常に厳しい、うん、で自分のやりたくない医学部受験を強制的に、うん、反強制的にやらされて、はいはい、まあ、そこで華麗に逃げ出すこういう少年もいれば、全く気にしないみたいな、はいはい、いれば逆にそれがもう本当に心の格子のようになってしまって抜け出せなくなる、はい、そういうことってあるんですか。ヒロシさんみたいなタイプ結構特殊な方だと思うんですけど、はいはい、そっか、結構やっぱり基本的にそのそれこそ本当に教育厳しい人で、親が行った道に進むようにってガチガチで指導されてる家庭ってやっぱり本人のモチベーションも上がらないし、うん、あと何よりもその本人がこううまくできなかった時にその家族がこう喜んでくれないというか、あ、まあ、そうするとどんどんその自分のための勉強じゃなくなってくる、あくまでその家族を喜ばせるのための勉強とかになってきてしまうと思うんですよね、うんうん、そうするとそのどうしても親の顔を伺いながら勉強するっていう形になって、でそうするとモチベーションの維持も難しいし、あとやっぱり成績がうまく取れなかった時に自己肯定感がどんどん下がってしまうんですよね、うん、だから自分はダメなやつだ、言われたことができないって言って、そうやってどんどんその自分を責めていってしまううちにどっかでこと切れてしまって何もやる気が起きなくなってしまったりとか、それこそ勉強とか逃げ出してしまってその引きこもりになってしまったりっていうパターンはありますね。だからそのやっぱりその行き地のラインっていうのはやっぱりその人によるわけですよね。そうですね、まあ、多少の負荷でもやっぱりそれがもう大きなダメージになる人もいるし、めっちゃ負荷かけてんのに、ね、ひょうひょうとしてる人もいる、髪が銀色になる人もいるしね、もうすごいですね。今日どうでした、小場さんのご家庭とかは。僕はだからどちらかといえば清さんと逆のタイプでした。逆だからもう勉強しろ勉強しろで、監視カメラとかないですけどうちは、でも比較的レールに乗せようとしてきたんで親が、うん、なのでそういう意味では結構そのレールに乗っかって、でも僕はたまたま運よくお勉強がある程度できたので、うん、だんだんその親の期待っていうのがだんだん自分がやりたいにだんだんすり替えることができたんで、高校受験大学受験っていうのはうまくいきましたね、うん、それは結果が出たからってことですか。そうですね、やっぱり中学生の時に一回やっぱりその定期テストが悪かったりして親に怒られて、あ、なんか親のために勉強してんのかなって考えたこと一回あるんですよね。やっぱ途中でやっぱり高校受験していく中で自分はこういい高校行きたいとか楽しそうな高校行きたいみたいなところにすり替わり、大学受験はもう全部自分がやりたいことで考えて決めましたんで、そういう意味ではその自分は結構レールに乗っかりつつ生きてきたのかなと。でも僕も実はその親からずっと医学部行けって言われてたんですよ。そうなんです。動画でもちょっと言ってるんですけど、僕東大の入学式に行って帰ってきて、はい、その日に母親にあんたあと2年やっていいから医学部行きなさいって言われたんです。はい、東大の僕現役で受かってるんでなるべくお金かけず、はい、受かって入学式帰ってきて言われたんですよ。マジで2年までならお金いくらでも出せるから受けなさいって言われて、お母さんうちの塾がありますよ。親見てんすよねってことはもう両方トライするってことでいい。違う今日は入塾の面接だった。指導先生んちはどうでした、親御さんは。うちは本当に超自由だった。自由、うん、ぶっちゃけそのやっぱ本当に高校時代ミュージシャンだったぐらいだから、まあ、だから本当に自由に生きてたんですよね。でも俺が幸いだったのは友達に恵まれたかなっていう、周りが結構ちゃんと受験を考えてたりとか、まあ、それこそさっき友達の話したけど医学部行きたいみたいなやつが周りにポロポロ出始めて、であこれやばいのかなみたいな感じになったことで自分は引き上げられたっていう意識はあるかもしれない。だからそれ言ったらだってね、小学校受験でしょ、うん、だから小学校の時で決まっちゃってるっていうこと、ある程度ね、うん、だからやっぱり環境ってもう相当ね、そう、家族だけではなく家庭環境だけでなく学校の環境とかは全部本当大事、うんうん、そうだよね。環境の大事さもね、こんなか書きましたけど、うん、結局やっぱり地方のね、誰も医学部行かない高校から一人だけ医学部受かるって難しいに決まってるよね、うんうん、で俺そういう人は本当の天才だなと思って、うん、やっぱりこの中にも書いてますけど、うん、はい、例えば開成にいる、中学にいるとみんなそういうね、公認になればそういう雰囲気になるじゃないですか、うん、だからそういう環境ってやっぱでかいよね、うんうん、
ひろしさんのとこはね、どうでしたか？そうですね、僕は実は小学校が公立の学校だったんですけども、うん、8割ぐらい中学受験する学校だったので、だから一般的な小学校だとそれが結構珍しいらしいんですけども、うん、みんな小4ぐらいから塾に行き始めるっていうのは普通だったので、だから、まあ、意外とそういう意味では環境的にはまあ恵まれてたのかなと。みんな学校終わったら当然のようにすぐそのまま塾行くしみたいな感じだったので、そうだから逆に受験しない人の方が少数派だったので、だからそういった意味では確かに環境は良かったのかもしれないですね。ただ高校受験もしたんですけども、高校受験になると結構割と意識にばらつきが出てきて、東大目指すコースの人もいれば、そこまででなくてもいいよみたいな人がいて、結構そこまででなくてもいいぐらいの人は学校と塾の間にちょっと空き時間があるじゃないですか、はいはいはい、その時とかにゲーセンとかに入り浸って、まああるよね、なんかダービーオーナーズクラブってあった、そう、あれめっちゃやってて、そうだから、ちょっと面白い話があって、塾を変えてるんですよ高校受験するとき、はいはい、最初はちょっと名前出せないんですけれども、まあ、ちょっと大手の塾で、はいはい、結構お偉い先生が講義したのをなんか大人数で聞くみたいな、うん、そういうタイプの塾だったんですけど、で中3になった時に塾を変えたんですよ。そこからどっちかっていうと個人指導に近い形の塾に変えて、まあ、個別の質問とかを結構受け付けてくれやすいような、まあ、アットホームな感じの塾に変えたんですけど、そしたら偏差値10上がったんですよ。じゃあそっちが合ってたんだ。僕にはそっちの方が合ってたんで、そうで、同じ元いたその大規模な塾にいた人たちとかは結構高校受験で落っこっちゃって、意外とだから僕高校は早稲田の付属に受かったんですけども、その一緒にいた彼らの中で僕が一番いいところに受かったんで、意外とだからこの塾を変えたら途端に偏差値10ぐらい上がったんで、意外とそういう塾選びっていうのはすごく重要なのかなっていうのをその時思いましたね。すっごい上手にトス上げてくれますね。そうですね。めちゃうますぎる。めちゃうますぎる。これ実際やった話なんで。ステルスマーケじゃなくてもうマーケティング。オープンマーケティングですよ。ね、これは本当の話。いやけど本当そうなんだよね。けどさ、やっぱさ、合う合わない絶対あるよ。ありますね。だから全員が合う塾って結構作るの難しくて、うん、まあ、それは無理なんですよ。だからやっぱり寸大さん、河合さんとかにもニーズはありますし、うん、逆にうちみたいな個別人にもニーズあって、けどやっぱりね、俺いつもね、塾経営者として思ってるのはこの最後のね、修士の後書きのところに書いたんですけども、最高の教育とは何かってね、やっぱり考えますよね。で、それについてちょっと最後に皆さんに聞いてみたいなと思うんですけども、